ぐらいで聞いたのか、1ヶ月もなんか意気込みに取った気がするし、みたいな話がする。まあでも行きましょうか。行きます?はい、行きます。行きます。行きます。はい、ツイン6周年を迎えさせていただいてありがとうございます。私はちょっと多少休止してた期間もあったんですけど、それでもみんなに会えてお会いしてくれて本当に嬉しいです。ニヤニヤしない。どうすんの。じゃあ私話そう。じゃあありがとう。本当にみんなの存在が私の中で大きくなって本当に泣かないで泣かないで、そんなにみんな泣かないで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 。絵を見てもらったら私は嬉しいな。なんだって。だから本当にになってもらって、こうやってライブとか現場にも足をくれて本当に嬉しいです、あまり2人になってから全然ライブができてないんだけど、7年目もこうやって2人で仲良くやっていきたいし、楽しくもっともっとライブに出ていきたいなって思ってます。これからもよろしくお願いします。ルートより活動する機会も少ないって、ほぼ1ヶ月くらいしか毎月出てるわけでもないんですけど、やっぱりルートの方は可愛い王道系の明るい感じで楽しい。でもアテインはかっこいい系で、アテインもすごく楽しいです。なんか多分タルトのイメージはルートの方のイメージのが性格的にも多分皆さんの中であったなんていうんですかね、イメージがあると思うんですけど、タルトはこのアテインのかっこいい曲をやるとめっちゃ楽しいし、あんまりかっこいいタルトの需要があるかわかんないですけど、なかなかルートだと可愛いところしかお見せできないので、ちょっとアテインのかっこいい姿をこれから次の7周年でももっともっとタルトもちょっとセクシーな感じで大人っぽさを出していきたいなと思います。いいですか。大丈夫ですか。需要ないかな。これからもアテインをよろしくお願いします。ありがとうございます。需要があったら大丈夫あるよ。じゃあ最後の曲はそのセクシーを出すことないけど、そうだね、ウェーイって感じだからね、みんなで夏にぴったりそうね、盛り上がれる曲やりました。行きましょう。それでは行きたいと思います。違うよ。まあいいか。はい、それでは聴いてください。声のキャルル。